マックス・フォン・ブラント・マクシミリアン・アウグスト・スキピオフォン、ブラントは、プロイセン王国、ドイツ帝国の外交官、東アジア研究者、高価論の提唱者と言われている。プロイセン王国の将軍で、軍事著述家のハインリヒ・フォン・ブラントの息子として、ベルリンに生まれる。プロテスタントの献身を受け、ベルリンのフランスギムナジウムに学ぶ。最初軍人となり、1860年の、 フリードリヒアルブレヒト2オイレンブルク伯爵の率いる、プロイセン王国東アジア施設団に武官として、随行。1861年1月24日の日、広市修行通商条約調印に立ち会う。1862年12月、プロイセン王国の初代中日領事として、横浜に着任、ついできたドイツ連邦総領事1868年。 中日プロイセン王国代理公使母親戦争直前、及び交戦中、合図藩と省内藩が、江戸地に持つ所領の割動を、プロイセン王国に提案していたことが分かっている。1872年、中日ドイツ帝国全権公使1875年、新国大使となり、離日。1882年、朝鮮と通商修航条約を締結。東アジアに通じ、 地日派と知られ、現地でその歴史や文化を深く学んだ。その知識や飾らない人柄により、北京の外交界で一目置かれており、各国公使の長老的存在だった。外交官としては、欧州各国共通の中国権益保護を主張、ドイツの中国における権益拡大に努め、中国への定期線先航路開通や1889年の、 上海市におけるドイツアジア銀行設立へと導いた。その東アジアに関する多数の著書は、当時の最も優れた民族学的記録でもあった。英語、フランス語にも堪能だった。1893年の引退後は、バイマルに居住した。東アジア美術の収集家でもあり、ベルリンの博物館に多数の中国美術品をもたらしている。 日清戦争後の下の関条約の締結を心よく、思わないブラントは、1895年4月9日、内越して、ビルヘルム2世に、降下論を強さした。この思想は、同月の三国干渉を推進する役割を果たした。1920年8月24日、バイマルで死去した。明治三年、終わり藩をもだった、徳川吉は新政府に対して、 名古屋城の破却と金社地の建上を申し出た。金社地はいつぶして、明治になり職を失った武士の機能手当や、城地の整備費用に充当する予定であった。しかし、マックス・フォンブラントと、陸軍第四局長代理の中村茂と、公平大佐の訴えにより、明治12年12月、陸軍卿、山形有友が、名古屋城と姫路城の城郭の保存を決定。 この時、店主は、本丸御殿と共に保存された。最初の妻は1891年に死去したが、彼女との間に生まれた娘エレネは、ベルリンで、サロンの主催者となり、フリードリヒ・フォン・ホルシュタインや、レオフォン・カプリビといった有力な外交官や、政治家と信仰を結んだ。二番目の妻は、アメリカ合衆国中朝鮮総領事。 三時間オーガスティン・ハードの娘ヘレン・マクシマ・ハードであった。この妻との間に娘エリザベートが生まれている。ありがとうございます。